私のコメントは短くしたいなと思っています。えっと、皆さんありがとうございました。いつも、資産をあのプレゼンを聞いてましてですね、私も皆さんのご説明も踏まえているですね、少し私が感じたことを述べたいなと思います。まず、一番冒頭流していただいたビデオですねこれはですね。 まあ日本もまあ昔あのまあオールジャパンとかまあご相先端乱方式という言葉はありましたけどもまあまさに中国もかつ国有企業ではなく BYD が先頭に立ってこう自動車産業としてまあ海外を攻め込むぞということについては多分あのこれはあのまあ日本の政府もあるいは民間企業もですね多分このメッセージの受け取り方ってかなり重要かなと思いますのでまあそこについて あの、今日いらっしゃる皆さんもですね、まあ、それぞれの立場において、まあ、このメッセージの、まあ、解釈、まあ、それを受けてどういうふうに動かれるのか、私としても非常に興味の、あの、えー、持った、あの、フレーズではありました。それからの次ですね。えっ、ー、と、皆さんの資料の中でも、まあ、少し取りましたけれども、まあ、中国の輸出が、まあ、世界一になったと。で、中身を見るとですね、まあ、もちろん、あの、e、EV が、 あの、かなり多いっていうのは、まあ、そうなんですけれども、まあ、他方であの、ガソリン車も結構入っていることを、ま、どう解釈するのか。まあ、もちろん、ロシアの様子はかなり多いんですけれども、とはいえ、その中にかなりの量が、ロシア以外に輸出をしていて、これは、単に EV だけのトレンドと見ていいのかどうか。あの、中国も、こう、安かろう悪かろうっていう、あの、製品について、スプラグ自動車については、ま、ガソリン車であっても、一定程度のコスパ あの来たというふうに多分解釈した方が良かろうとあの決してあの EV 対えあのこうガソリン車あるいはあのハイブリッド中国は決してあの EV だけではないということもひょっとすると考えなきゃいけないんじゃないかなというふうに思ってますそれからあのまあ中国からの輸出まあ中身を見るとですねまあ実はまあこれはあのいろんなメディアでも若干言われてますけれども。 まあ実はテスラとか GM も入ってると。これ何を意味してるかというと、実は中国は単なる生産地ではなくて、まあ輸出拠点としてなりつつあるんじゃないかなと。これはあの、なさに最後おっしゃっていただいた、まあ、中国のサプライチェーンを活用するということについて、おそらく、まああの、アメリカ、それから欧州はですね、えー、ここら辺に着目をし、まあ、中国を単なる生産拠点ではなくて、実は輸出拠点に使うということもあるんじゃないかなと思っています。 それはタイは非常に重要な戦略拠点だと思ってまして、これは単なる生産拠点ではなくて、タイから相当数輸出をしているので、タイについて万が一、中国メーカーに相当シェアを取られた場合はです、ね、それはタイだけではなくて、強いては ASEAN、場合によってはグローバルに影響を与えるようなことだと思うので、ここもかなり注意深く見ておく必要があるかなと思っています。であの あとそそろそろ終わりにしたいと思いますけれども、それからもう一つは、ですねあの結構最近あの、まあ、メディアも含めて、EV 対ハイブリッドみたいなこう二軸対立って議論されること、よくあるんですけれども、他方でよくよくあの思い出してほしいんですけども、本来は EV 対ハイブリッドではなくて、あのまあ、自動車なのか、モビリティなのか、あるいはケースの話だったはずで。 単なる自動化電動化ではなくて、自動化だったり、コネクテッドだったり、あるいはその車そのものがスマホ化して、コンテンツとして走るんだという議論だったはずであって、気候が寒い地域では EV が走れないとかいう話ありますけれども、実はそうではなくて、e、EV 以外の中国におけるそのマーケティングの部分だったり、コンテンツの部分だったり、あるいは自動化だったり、こういった部分の議論は決して、 おろそかにしてはいけないかなと思っています。あのガラケーからスマホに変わったときはあれは単なる携帯の変化ではなくて、そもそもそのスマホ、まあ、あるいは電話の使い方だったり概念だったりそのものが変わっていったので、うん、こういう話は数年前はあのケースという議論よくありましたけれども、こういった議論が最近若干薄まってるんじゃないかなという個人的に思います。ここはあのよくよく注意しておく必要があるだろうと思います。で最後あのナアさんからの政策提言について。 あのまあ、私としてなかなかあの、まあ、こういう立場もあるので、コメントはしにくいんですけれども、他方でアメリカ、欧州について、まあ、彼らは選択肢の一つとして、あの企業戦略なんかに取り込んでいるという意味に合いにおいてはです、ね、日本も、まあ、これはです、ね、選択肢の一つとして、少なくとも検討する必要あるだろうというのは思います。であのまあ、質問、本当はたくさんしたかったんですけれども、ちょっと2つだけに絞ります。 一つはですね、中国はまあよく EV だけではなくて、ケース、いわゆるコネクテッドとかコンテンツ化とか、あるいはマーケティングの部分、相当あのこう AI だったり、IT だったり使っているというふうに言われてまして、ここについて、ナーさんから見て、あのそれが進んでいる原因はどこにあるのかということとですね、まあ、最後に、あのまずはトヨタが BYD と 中国で共同開発している BZ3 というあのモデルあると思いますけれども、これは実は来去年はです、ね、3万台ぐらい売れてるんですね。で、これはあのまさに皆さんからおっしゃっていただいた、まあ、中国のサプライチェーン、OEM をうまく使うという意味合いには、トヨタはやってるんじゃないかなって私が思ってます。で、3万台という数字の評価は難しいと思いますけれども、これについてもし何かコメントあればですね、あのいただきたいと思ってますあの私はあのこれぐらいにしてです、ね。ぜひあの 今日参加されている皆さんにお時間を譲りしたいと思いますのでありがとうございました、はい、まずあの石澤さんのご質問に答えますと <laughs> 1点目あのスマートカーに関して、ね、ですねあのなんでじゃ中国はそこそこあのいいものが作れるかっていうとあのキーワードがね結局一つしかないんですよ人材の数ですねあの私はね繰り返しいろんな方にも強調してきたんですけど日本の,あの毎年のね 情報系の大学最、まあ、大通者数って大体3万5千人ぐらいなんですね。中国のこの数字ってあの120万人なんですよ、それが10倍どころかもう30倍ぐらいの差があるんですね。だから、失礼なことをあのい,のなんかこういつも言ってるかもしれませんけども、私からするとですよ、ちょっと極端な話なのかもしれませんけど、あのトヨタがウーフンプラネットという会社を日本に置いた瞬間。 パンドスファーゲンがあのカドリッドというソフトウェアの会社をドイツに置いた瞬間にほぼ負けが確定なんですよ。人材がいないんだからお金はありますよお。お金ではなく人材なんですよ。ソフトウェアの人材数はあの今米中は圧倒的なんですよね。まあ実はアメリカの方が高い、確かに。でも量は圧倒的に収入が多いんですよ。まあ、自動車って別に一番質の高い人材っていうよりはあの AI じゃない、まあ、AI もあるんだけどあのオープン AI じゃないんだからね。そういうそこそこ質の高い人材の数が 圧倒的なんですよ中国だから35歳でもう首切りに合うみたいなね、もう使い捨てになるぐらい余剰な人材がいるんです、ソフトウェアの人材が。それがすべての理由なんですね、スマート化がよくできてる理由。その一点に尽きるですね。で、あの2つ目、BJ3 はちょっとまだ分からないですけど、ちなみにね、BJ4X であったでしょ ?BJ4X は何台売れたかまだ分からないですけど、まあ1万、2万ぐらいですかね、確か。それがね、あの中国のメディアではすごい酷評を受けてまして、 あのもうあれですよね、ウォースカーオフ・ year みたいにもう選ばれてるんですね、中国メーカーが作った、利用とね、作ったあの L シリーズがベストカー、ベス t オフ・ year だとすると、トヨタのやつがも、もう、ウォースカーなんですよ。かつ、メディアではね、こういうふうにたたかれてまして、なんかこう、あのー、もうね、トヨタも地に落ちたかみたいな。 その記事を、ね、あの日本語訳してもちろん GBT を使ってあのもう私と親しい方々には怒ってるんですね、あのこれ読んでくださいみたいな、決していい評価ではありません、すみません、ちょっと事実、ちょうの,の参加者の結構、私の言葉を不愉快に思う方もいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、そういうふうに持っていることを素直にお伝えしたまだで,です、すみません。はいえーと下様 こちらの BYD の生産能力の伸びた理由というところに関する質問をいただいております BYD の生産能力がこんなにも短期で伸びた理由は何でしょうかと原材料調達も 生産設備も人員も必要ではないかと思うんですがあらかじめ計画があってこの数字ということでもなければどうやって実現したのでしょうかという質問をいただいております、はい、あの確かにあの日本の中でも半導体不足とかで,ですね、うん、救りたくても救えないという状況の中でなぜこんなに急激に販売台数、まあ、製造台数、廃盤台数を伸ばすことができたのでしょうか。あの えっとね、まず正直に言うと生産能力の面で私が直接 BYD の方から確認したわけではないのでこれはちょっと推測になっちゃいますけれどもあのおそらく BYD はその用意が最初からあったはずなんですよあのなぜかというと彼らってあの海外のリチウム鉱山とも長期契約なんかしてるんですねそれによってリチウムを安く買えるあのということをあの強みだとあのかなり前からも意識してるんですよ今からやってるというわけではなく で中国国内の生産キャパの話に関して言うともう中国って生産キャパ余剰が大体起きてるんですね課長がねそうするとあの地方政府があの例えばそのもともと他社の工場をいきなりヒラリーさんに、まあ、ただ同然でああの渡したりとかそういうことはね結構あり得るんじゃないかと思うんですねまあちょうの調べれば分かると思うんですけど あの割と簡単に生産キャパーを入手できる、その用意がなくともです、ねまあ、あったかどうかまでは正直聞いたわけではないんですけど、なかったとして、あの例えば中入力の EV 新勢力たちも簡単に増産はできるんですよ、あの工場を新たにゼロから作る必要って実はないんですね、既存のものをどうせもう余ってるんだからというのがあります、それが関係しているかもしれません。はい、ありがとうございまますそれでは続きまして 対外戦略の話をお聞きできでればと思います、えー、と質問で,です、ね、中国の,その自動車 OEM の対米戦略はいかがでしょうか、巨大なその自動車マーケットとしてやはり重視していると思うんですが、うん、米国では型やその関税などさまざま障壁があるということなんですけれども、うん、中国、こういったそのアメリカのマーケットに関して何か考えがあればということですが。あの何て言うんでしょうね、あの中国は今、したですよね。その自動車 OEM の中で アメリカを完全に諦めてはいない会社も確か BYT もそうだったと記憶していますもちろん優先順位が高いかというとそうではないと自制化リスクがどうしても大きいので,、ね、でほとんどの会社はもう言うまでもないような感じですよアメリカは聞くまでもないやるわけないだろうみたいなもうそこに行っ,た行ったとして迫害を受けるだけだとかつアメリカは一見してハードルが低いとみんなが言うんですね。でも行ってしばらくこう あの販売台数が出ると、すごい罰金とかあの来そうだと、そとあの怖くていけないみたいなあの話はよく聞きます。ただ、電子メーカーはねそうではないと、アメリカ市場もやっぱり捨てていただいたら、アメリカに工場、もしくはメキシコの工場を作って、それでどうですかみたいな、あの電子メーカーもね今、一生懸命、外資系メーカーにもあのまあ売ろうとしてるんですよ。なので、アメリカに関しては、電子メーカーが頑張ってる。OEM がほとんどだからあの ですかね、い簡単に行けるように見えて実は穴があるみたいな感じであの様子見をしてるっていう感じですね。 ありがとうございます。続いて海外のマーケットの話ですが、ご質問で,です、ね、中国国内ウイルスの進出先のタイなどでの充電ステーション等のインフラ整備状況がどうなっているかというふうなご質問がありましたが、確かに EV、広げていく際でのインフラ整備というのは各国で、うん、まあ状況待ちましただと思うんですけれども、この辺り、何かコメントを少し私がその調べて情報があったんですけど。 結構タイも充電スタンドの建設の補助金ですとかそういうものも政府として出してるはずでただやはりねその順序を結構世の中の方ってこう分かってないこともあって最初はね誰もがそう思うんですよなんかあの鶏と卵みたいなね充電ステーションが先か車が先かみたいな結論から言うともう断然車ですよで、充電ステーションというのは言うほど大きな障害にはならないというのは中国とタイの現状まあ過去のね経緯を見て 今あのみんなが持っている判断なんですよね。だから日本もあの EV じゃ普及するとしたら先にじゃインフラ整備するのかっていうと結論から言うとそうする必要は多分なくてあの政府が大きな補充金出せば一発で多分あのだから何ですか市場でそれができるんですよ。まあ、まあ、もちろんその日本独自の要因があるあったかどうかまでわからないんですけどほとんどの国ではそれほど心配するようなことではないなかったんですよね。はい。 分かりましたありがとうございます。ということは、そのまず車が売れれば、その後そのビジネスベースでもインフラが整っていくという、そういうことですね。自然と整っていくような感じですよね、うんはい、ありがとうございます。それではちょっとお時間も近づいておりますので、最後の質問をさせていただき、その後と、久々様、奈緒様,様からあの、視聴者の方への最後の一言、メッセージをいただけたらと思います。最後のご質問とということですが 中国のサプライチェーンを活用しようとすると、これまで日本企業が神経を使ってきた知的財産の保護にかかる権利はないのでしょうかと、t アワ1とか使うとするとです、ね、うん、いろいろとの技術的な知財の問題があるのではないかというふうなご質問をいただいていますが、中国でもその面でルール重視の意識は相当に高くなっているとの認識でよいでしょうかというご質問ですが、いかかがでしょうかあの意外とそうではないんですよね、これ、これすごくいい質問で、実は。あの何も自動車業界に限った話ではなく、うん あの日本の皆さんの注意力理解全般においてあのこれは結構有意義な質問だと思うんですね注意力はよくも悪くも大きい国なんですよだからあの大陸なんじゃない,じゃないですか本来ねでそうするとあのみんなが同じような発想はしないんですよかつあのやっぱ国内の競合にあの貸し代がためにですねちょっと <laughs> あの公では言うべきになるのかないあのじゃないかもしれないですけど 極端な話するともうソースコードだって売るような会社が出てくるんです、絶対。あのむしろ中央企業の,あのマンドセットからすると私も、ね、長らくあの自動運転とかで企業をしてきたんですけど技術の普及は技術の流出は当たり前なんだと流出しないわけがないあの知識財なんか気にしてる場合じゃないっていうのが、まあ、全てじゃないかもしれないですけどほとんどの中央企業のマンドセットそれが中央の環境だから。 と,ということは、これ、仮にね誰かさんがこうお金を持って、ちょっとソースコードを意識、買いたいんですけどっていうと、今、1位の会社は売らないかもしれないですけど、今、3位ぐらいの会社は、じゃあ、もうどうぞ、だって、もともと3位だし、雑誌で塩を待つか、ソースコードを売った方が、多少なりともね収入になるんじゃないかと、それが注入力なんですよ、だから注入力を活用する、注入力を使い倒すっていう中で、そういうことを知るのも結構大事なんですよね。 なので、シーアワンは昔、高速鉄道なんか、あの中国のまあ市場に入りたければ、技術を売ってくれみたいな話あるでしょ、それと全く同じようなことを日本でもやればいいんですよ、まあ、最本当に最先端の技術じゃないにしても、多分三3位ぐらいの,、ね、あの技術は簡単に入手できるはずですありがとうございました。それでは最後に石澤さん、奈緒から一言ずつコメントいただけますでしょうか。澤お願いします ありがとうございます。えっとですね、私からあの最後のコメントとしてですね、あの質問あの一にも絡むんですけども、実はですね、あの BYD がまあ、メキシコにあの工場を作るということと同時にですね、実はアメリカ国内において、まあ、フォードや GM とはですね、昨年年末に蓄電池に関するライセンス供与の提携を発表してます。で、これは日本でほとんど報道はされてますけども。 あほとんどされていないんですけども、アメリカと中国では取り上げられています。何を言いたいかなんですけど、まあ、実は、まあまあ、政府として産業政策を作る観点においても、まあ、企業の、まあ、企業戦略を考える観点においても、ちょっと私はあの若干あの、まあ、ちょっと先日ながら思うのはですね、まあ、今日皆さんにおっしゃっていただいたような、まあ、客観的な、まあ、データだったり、客観的な情報、かつこれは 多分世界で実はいろんな動きがあって、まあ、アメリカも欧州もアセアンもタイも実は皆さんいろんな思惑があっていろんなことをやっていると。で、それは決して政府と民間って同じ方向向かっていない可能性もあるという時にですね、まあ、あの、よく政府では EBPM といって、エビデンスに基づいた政策決定というふうによく言ってますけれども、まあ企業においても、今後政府においても、やはり えと世の中で起きている事実関係に基づいて、正しく判断すること、これ、すごく難しいんですけれども、まあ今日のこういった機会も実は相当重要だと思ってまして、まあ、こういったことをですね、まあ、よくコミュニケーションを取りながら、情報を集めながら、あのまあ、これだけ国際情勢が厳しいかつ混乱、えー、不明な中において、ですね、まあ、少しでもこうあの官民共同してまあいい判断をしていくと。 まあいうこと重要ではないかなと思ってます。それでは今日はあのなつさん、本当にありがとうございました。私も。知らないことたくさんあってですね、大、は、変、い、勉強になりました。ありがとうございました。以上です。あ、西澤さん、ありがとうございました。あの皆さん、ね、ご紹介いただきまして、本当にあの、感謝しております。それでは、最後に一言、ね、な社長からお願いいたします。はい、えー、ではですね。あの、今日、皆さん、貴重なお時間をいただいて、あの、私から、あの話がいろいろあったんですけれども。あの。 ちょっとすごい、ね、プライベートの話になっちゃうかもしれないんですけど、あの私は、ね、日本に2006年に行ったんですね、当時の日本はすごくあの輝いて見えたんですよ、マザ・先進国のような感じでねあの、まあそ、それから20年近く今経っちゃったんですけど、あのまあ、時間が止まったままみたいな感じで、あの私はね、もう真そこからも実は心をもうあれあの痛めてるんですよね、まあ、中国人の私が言うのもあれなんですけど、 私はその日本のアニメとかを見て育った世代なんですよだから80年代とか90年代あのそれこそ自動車でいうとあの三菱自動車のねランサーエボルーションですとかそういう全盛期の日本を見て実は育った世代なんですよ。ね、そうするとあのこ今回2020年からですね私が日本に戻ってまた新しい会社 AI の会社を作るんですけど是非世界の潮流にねあのちゃんとあの乗っていけるような形で日本をより まあ、掘り戻したいと言ったらおかしいんですけど、あのもう本当にねそういう思いがあの私には強くあ,のあります。あのより力強い日本にあの私がま微力ながらですねあの尽くしたいと思っています。はい。朝様ありがとうございました。あの本当にあの時間が止まっているという話がありましたけれども。えー 大ききくここで時計を動かしていきたいいたと思いますあの自動車輸出に関しましては、あの皆さんご存知のとおり、米国に日本の企業が輸出を始めて、最初は本当にこう売れない、パワーがないとかですね、あったところを下からこう地道に積み上げて、今の,その世界輸出台数トップにまで上り詰めた歴史があります。ところが、それが今、非常に大きな激動の中にあって、その1位の座も中国に奪われ、かつあの途上国においても、 着々とこう中国のですねマーケット進出がその中国企業によるマーケット進出が広がっているとこのまさに事実エビデンスをしっかり見つめながら大きく時を回すような形で政府もそれから民間も一体となって取り組んでまいりたいと思っております本日はあの貴重なお話をありがとうございましたこれをもちまして BBL エビナーを終了させていただきますご視聴いただきましてありがとうございましたどうもありました